<laughs> ちょっとすこんばんは、こんばんは。えー、っとですね、初めての配信なんですけど、はい。あのー、ちょっとですね、来週、ライブ配信をしようかなと思ってまして、まあ今してるんですけどね、はい。それの、あのー、こうちょっと、 テスト配信です。はい、すいません。あ、なんかもうたくさんこんなに来てくれていやあすごい嬉しいです。ありがとうございます。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。あのー、私昔ね。あの某アプリであのライバーやってたんですけど、その時からですね。あの他の人のコメント飛ばすっていうので、あの有名なんであの？コメントちょっと飛ばすこともあると思うんですけど、あの悪意はないんではい？<laughs> あ,ありがとうございます。ありがとうございます。来週ね、あの、ちょっと、メロンパン号の方からですね、あの、ライブ配信やろうかななんて思ってます。いやー、なんか、すぐ配信できると思ってなくて、まだ風呂にも入ってないし、髭も剃ってないんでね、<laughs> あの、ちょっとすいません。はい。晩酌、あ、じゃあせっかくだからね、あの、鉄道配信ですけど、あの、ストゼロ決めますか。 ちょっと待ってくださいねすぐすぐあのあれしますよいしょあ皆さんお疲れ様ですお疲れ様ですここかここか ゼロちょっと聞きょます <laughs> <laughs> あの今日すみませんね、ひげ、剃ってなくて、ですぐ、あのー、検索してライブ配信の仕方ってみたら、あのー、24時間後にできますって書いてあったから、すぐにできないのかなと思ったらなんか、すぐにできちゃったんで、ひげ、はい、も剃ってないし、はい、<laughs> すみません、汚いおっさんですよ、普段から汚いですけど。 すみません、いただきます。おさよならです。ああ、美味しいですね。これも、あのー、前にね、米沢で販売会やった時にあに、リスナーさんにいただいたストゼロなんですけど、5、60本くらいあったんですけど、もうほぼほぼなくなりましたね。<laughs> あと5、6杯でなくなります。あ、北た方氏、ありがとうございます。今日もジュニアム君におくれ、ああ、はい。<laughs> 今日はちょっとバイトの方行ってないんで、はい。ジョッキね、ジョッキあるんですけど、あのー、最近はね、あんま氷で薄めずに、あの、そのまま飲むっていう、あの、ますますこう、酒かすにね、あの、拍車がかかってきた感じです。はい。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。そうそうそう。あの 神の酒です。神の酒あピッピさんありがとうございます。ソセて0代ありがとうございます。<laughs> すいません、初めてなんかいただいてあありがとうございます。喋り上手ですね。いやいや全然喋り下手くそなんですよ。あのなんでね。あのメインチャンネルの方テロップでやってるかっていうとこう。喋りがね。あのー、もうほんと口下手でこう。スラスラ喋れないんで、それであのー。 こうメインチャンネルテロップでやってるんですけどね。はい。で、最近、まあ、チャンネル始めても5年目なんですけど、そろそろ変化欲しいなって思って、あの、最近ナレーション入れたりしてるじゃないですか。メインチャンネルとかサブチャンネルの方ですごいあの大不評で、<laughs> 今すぐやめろなんて言われてるんですけど、はい。あの、メインチャンネルではもうやらないんでね、ナレーション。あの、サードチャンネルの方でやるんで、はい。 えーっと、りなちゃん社長とのコラボはいつやってくれますかえっとですね、あのー、4月の13、14に、千葉県の幕張メッセで、あそもび2024っていうあの、車と遊びをこうリンクしたイベントがあるんですけど、そこでり、あ、な、のー、ちゃん社長と一緒に、あのーまあ、YouTuber 枠みたいなやつがあって、そこでり、あ、な、のー、ちゃん社長メ米米を売るっていうので、はい。 で、私は、あ、ちょうどここにあった、あの、新しいね、あの、戦力外軍ステッカー作ったんですけど、あの、これをちょっと販売しようかなと、あと、カチクスパイスの方もあの販売する予定です。はい。これ、あの、ネットショップで売るよりも安く販売する予定なんで、あの、ぜひぜひ、あの、幕張メッセ、 近くにお住みの方は遊びに来てくれたらなあと思っております。はい。おい、那須塩原市にも来てくれ、結構那須好きで行ってますよ。はい。最近のマイナス196アルバ。そうそう、そう、そう、なんか、あのー、最近ね。ストゼロがあのマ、ー、イナス196ここカメラどこだ？苦手な,なくなるんじゃないか？なんていう話もあるんですけどね。その寂しい感じですよね。はい。<laughs> 出身はどこですか出身はね、あのー、山形の米沢市です。はい。良い人ですね。あ、ありがとうございます。全然、あの、良い人ではないですけどね。<laughs> 東北北には来ませんかあ、あのー、今年ね、あのー、東北の、あの、青森の方にも行ってみたいな、なんて思っております。あ、駒さん、ありがとうございます。あのー、<laughs> いつもね、ツイッターとかでもありがとうございます。あ、あのー、 にあ内容市もあの行ってます、行ってます、結構、プライベートで。また新潟、あっ、ありがとうございます、くチャンネルさん、すみません、なんか皆さんあの、テスト配信なのに、こんなにスポーチャーとかい,いただけたりして、本当、ありがとうございます。先日は石川県金沢ああ、あのー、本当に楽しかったです、あの石川県の金沢市、あのー、アパホテルにね、あのー、泊まったんですけど、あの食べ物も美味しかったですし。 はいまたぜひぜひあの金沢行きたいなって思ってます。あの、兼六園ね、あの、こう見に行ったんですけど、あいにくの雨だったんですけど、すごい楽しくて、まあ、時間の関係であの、兼六園しか見れなくて、あの、他のお城とかも、あの、今後見てく、見ていきたいななんて思っています。はい。あすごいなんかもうコメントが早すぎて、ちょっとすいません、拾,拾えなくて、あのー、するというかね、あの、悪意はないんでコメント飛ばすの、はい、すいません。 また来てください。あーはい。あの、昨日ね、ヤフーニュースかな、あの、私の大好きな、あの、秋田港の、あの、うどんの、うどんそばの販売機がもう、継続のピンチだなんていうのを、ヤフーニュースでね、やってて、あの、あーこれはもう、ね、なくなる前に行かなきゃいけないな、なんて思ってます。はい。いやーす、すいません、こうちょっと、すいませんね、なんか慣れてなくて。 あいつか九州にも来てください。はい。あのー、今年ね、本当はあは九州行く予定だったんですけど、こうちょっといろいろあって行けなくなっちゃって、はい。あのー、だん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 、あの、一気にこう、全国回るっていう感じじゃなくて、あの、こう、ちょい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 、あの、全国旅していけたらな、なんて思っております。はい。あ、あの、秋田の某食堂、はい。その、惜しかったですね、あの食堂。 名古屋そう、名古屋にも行きたいんですよ、名古屋ね、なんか、あの、森のいいお店とか、たくさんあるんで、はい。あ、み皆さんすみません、コメントありがとうございます、すごい、あの、すぐできると思ってなかったんでね、あの、こう、ちょっと今、今、唐突に始まったもんで、ちょっと緊張してるんですけど、はい。皆さん、飲んでますか核ハイボールも9%だからすそう、そうなんですよ。 あのー、9%のねお酒になれちゃうと、なんかあの6%とか5%がねこうちょっと薄く感じるんですよね。<laughs> 宮崎も田舎ですけど、のんびりできますけど。あーあのー、ねぜひぜひ、あの九州、も,うもう全国ねいろいろ行ってみたいんですけど、ね、四国とかも行ってみたくて。はい エアコンがでかいね。きっと5万円では買えない。ああ、あのー、太ってるんでね。あの、ちょっとでかいエアコンでないと。はい。メロンパン号にもね、来月、あのー、エアコンっていうか、あ、クーラーか。クーラーをこう、つけるんですけど、はい。それのね、あのー、お金をこう、どう捻出しようかっていうので、<laughs> 今、こう、苦労してますね。喋れるじゃん。そうなんですよ。あのー、アルコールがね、アルコールが入ると、こう、多少喋れるんですよね。はい。 今さっき動が撮りました。あ、飲んでますよ。はい。皆さん、地震の、地震の影響大丈夫でした。あのー、福島ね、結構地震多いんですけどね。あのー、はい、大丈夫でした。心配ありがとうございます。ストゼロ丸ごと青りんご。あ、そう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 。限定で丸ごと青りんご出たんですよね。あのー、青りんごね、私好きなんで、これはもうぜひちょっと顔わなくなぁなんても思ってるんですけど、はい。 生おじさんんんでででですすす、はい、<laughs> 一番絞り腹腹パパパパンンンンそうななよよもうここね本当タプタプの二重顎とかちょっと見にくいんでね今ダイエットをしてるんですけどねあのー、109キロまでいったんですけどそっからもうギタ一文痩せなくて若い時だとね今の食事量だともうすぐ5キロ10キロ痩せてたんですけどあやっぱもう年取ったんだななんてはい思ってます。 僕は108キロのデブですけど、ね、いやいやいや、もう全然あのスマートですよ。僕よりもあの2キロ痩せてますから。はい、<laughs> 減衰、あいつもあのコメントくださる方ですね。ありがとうございます。はい。あもうなんか、テ,テスト配信 <laughs> なんですけどねこう。唐突に始まったんですけど、はい。あのすみません、なんかこんなしどろもどろみたいな感じで。何歳ですかえー、っとですね、44歳です。 奥さんに伝えたくなきゃ、あ,あぜひぜひ奥さんに伝えてください。<laughs> 今日は怒られましたかあ今日はね、あのー、バイト行ってないんで大丈夫です。はい。あの平穏、無事に過ごしておりました。はい。ストゼロは発がん性物質があるとかないとか、ないんじゃないですかね。ない,ないと思います。あの僕の心をね、心身ともに癒してくれるあの神のお酒なんで。はい ブラジリアン柔術、までそれ今ですね、あのー、私、右膝のね、千十字靭帯切ってるんですけど、ちょっとあのー、競技の方で、左膝の後十字靭帯も切っちゃって、今、お休みしてる途中ですね、まあ、いつか復帰したいなって思ってるんですけど、明日福島行きます。ああ、ぜひぜひ、いらっしゃいませ。はい。中年になると痩せれなく、そうなんですよ。本当痩せれなくなんですよ。うん、<laughs> すみません、しどろしどろもどろで、申し訳ないです。はい <laughs> そう、ストゼロをね、ね皆さんあの、ぜひストゼロを購入して、あのー、ストゼロを、ね、継続させましょう。はいあお疲れ様です。えりちゃん、こんばんは。<laughs> っていいんですかね。<laughs> そう、もうストゼロはね、こう毎日こう飲むもんですからね。はい ラランチ会長あタマランチチ会会長長ありがとうございますメロンパン号でアマゾン配達はしないですかなんかね、あのー、メロンパン号を使った副業とかもできればいいななんては思ってるんですけど、はい、なかなかこうちょっといろいろ進まなくて。はい、セリオカガイさん、こんばんはいつもといつも子供と頼あ,ありがとうございます。なんかね、あのー、イベントとか、あと、 トークライブとかにもあのお子さん連れで来てくれる人が結構多くて、あのー、それでそこで知り合ったあの小学生の人と今、LINE のやり取りとかも <laughs> してるんですけど、あのーね、私のチャンネルなんか子供お子さんが見ていいんだろうかなんては思ってるんですけど、はい、<laughs> 僕もストゼロ好きなんですが、飲みすぎて血圧上がりました。ああ、これ血圧上がるんですかね,、あのーねえ 逆に体にいいお酒だと思うんですけどね。<laughs> ウィスキーハイボール飲みながら見てます。あ、いいですね、ウィスキーハイボール。私もね、ウィスキーハイボール、あの非常に好きです。四国からずっと応援してますあ。ありがとうございます。四国もね、あのいつか行ってみたいななんて思ってまして、特にあの徳島ラーメンがねあの、すごく好きなんで、あの仙台に行くとね、あのプロレスラーの,あの人生さん が経営してるあの徳島ラーメンあるんですよ、人生ってお店が。そこがすごい好きで、で、あの徳島ラーメンにハマって、京都でもあの徳島ラーメン食べたんですけどね、いつかあの本場のね、徳島に行って、東,東大とかでしたっけはい。っていうとこのあの,あの徳島ラーメン食べてみたいななんて思います。はい。将来の夢は、将来の夢はですね、あの <laughs>、ちゃんとしたあの社会人というか <laughs>、<あの笑>そろそろね、 あのそろそろ専業 YouTuber もね終わりにしてあの就職しなきゃいけないなと思ってるんであのちゃんとしたところに <laughs> 就職したいななんて思ってます。もうほんと44歳のねおじさんが言うことではないんですけど、はい。富山県民です。以前の富山動画見ました。富山の札は美味しかったです。ああ、もう美味しかったですね。あのー、たくさんいろいろ食べたんですけど特に氷見市で食べたあのブリが。 あの私、ぶり大好きなんで、美味しかったです。またぜひ富山行って食べてこようと思っております。はい。明日は設備の場合です。明日はね、明日もちょっとあのこうあの YouTube 関係のお仕事あるんで、あのしばらくバイトはあのお休みですね。はい、<laughs> すみませんね、本当、しどろもどろなあのテスト配信やったらあの <laughs> いきなり始まっちゃったっていう感じではい。 えっとおじさん、僕と一緒に福島で仕事しよう、メロンパンと車中泊しながら仕事しましょう。ああ、もうぜひぜひあの、私のできる作業だったら、あのできれば、ね、あの単純作業とかがいいんですけど、あの草刈りとか、あの <laughs> 力仕事みたいな感じの、はい、<laughs> よろしくお願いします。福岡なんてこ、いやーね、福岡、も福岡も含めて、ね、あの九州、ね、今年行く予定ではあったんですけど、まあちょっと。 もろもろの事情あっていけなくて、あのぜひぜひいつかあの九州の方行きたいななんて、はい、思っております。うーん。よし、あ、なんか、これがね、すいません、ちょっと、<laughs> コメントちょっと飛ばしちゃったりするんですけど、すいません。はい。<laughs> メロンパンゴンは色で決めたネーミング。あーあのー ミロンパンゴはですね、あのハイゼットパンゴを買うときにあの、選択肢がちょっとなくてというかあの、黒だとちょっといかついんですよね。白だとちょっとあまりにも商業者っぽくて。で、シルバーいいなと思ったんですけど、シルバーってあの光をこう吸収しちゃって、あの夏場とかすごい暑いらし,あ暑い,らしいんですよ。まあ、今でもすごい暑いんですけど、で、消去法で今の,あのグリーンになったっていう感じですね。はい 稲荷城にある餅屋さんになってるか、どこの餅屋さんですかね勝てもしれなあ、ありがとうございます。あ、せいろさん、あの、ありがとうございます。はじめまして、いつも見させてもらっています。頑張ってください。応援してます。同じ年でよろしくお願いします。あ、こちらこそ、よろしくお願いします。あのね、あのー、プチマムチさん、あの、沖縄、あの、実はですね、メロンパンゴを、あのー、まあ、カスタムというかあの、クーラー取り付けるんですけど、それに2週間からかかるんで、沖縄行く予定だったんですよ。 で、あのー、動画で伝えれてる通り、結構ね、今年、あのー、いろいろこう、出費が激しくて、あのー、沖縄に行く余裕がちょっとね、情けない話、なくなってしまったんで、あのー、まあ、でも、来年、いつか沖縄には絶対行きたいなって思ってるんで、はい。あ、八女さん、あ、いつもありがとうございます。ドラさん、あそもビ言いましょう。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あのー、来週のね、あのー、 13、14か、幕張メッセで遊びありますんで、万来不協さんと、あと、埼玉の仙人さんも出るんでね、あのトリプルネームの,あのステッカーとかもあの出すんで、あのぜひぜひあの遊びに来てください。昨日までまでに言いました 東京23区、ぜひさ、あよろしくお願いします。いらっしゃいませ。もう、郡山とね、本宮、あの、<laughs> すぐ近くにあの、<laughs> 生息してるんで、はい。<laughs> ゆきちんさん、メロンパン号に泊まってみたいやつ、あーあ、の、結構、あの、匂いますよ。あの、<laughs> 料理の匂いとかね、あの、取れるのにね、やっぱ2、3日とかかっちゃうんでね、はい。44歳ならまだまだ人生やれます。<laughs> 頑張って、ありがとうございます。 旅はやめたんかやめたわけじゃないんですけど、あのー、こう、まあ、例えば、去年だったら北海道行ったらちょっと休んで、で、秋田行ってっていう感じで、あの一か所回ったらまたちょっと、あのー、まあお休みして、で、あの、いっぺんに回らずね、ちょっといろいろいっぺんに回るのできないんで、あのこう徐々に徐々にこう全国回っていこうかなって思ってます。はい。岩手県の殿市来てください。あ 岩手県もあのぜひぜひ、あのー、おととしかなおととし行ったんですけど、あのすごく、あのー、結構岩手、思い入れ個人的にあるところなんで、あのまた行きたいと思います,、はい、す。すいませんね、コメント早くてちょっと飛ばし飛ばしになっちゃうんですけど、あの悪意はないんで、豚ロースカツ弁当は好きですかあの大好きです。はい、あの豚はねあの、どの部位も大好きです。はい <laughs> 頑張ってください。ありがとうございます。沖縄でお待ちしています。ああもう本当沖縄行きたいですね。あのー、実家のね会社で働いてた時にあの実家の会社って川魚の養殖業をやってるんですけど。 あのそこであの年に1回町田の,あのエイサー祭りっていうのにあの出展してましてそこであの沖縄関係の人にこういろいろお世話になってもういつかね沖縄こうちょっと行きたいなって思ってるんであのぜひぜひ今年はねちょっと難しいかもしれないですけど来年こう行けたらななんて思ってますのではいあの戦力外おじさんの沖縄上陸みたいな動画出そうと思うんでよろしくお願いしますあその行きます。 ステッカーチケット買いました。お土産、ああありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> すごい嬉しいです。あのー、アンバサダーにね、あのー、こう、就任させてもらって、今、こう、ちょっと一生懸命宣伝の方してるんですけど、あの、結構、チケット買ったよ、前イのチケット買ったよって言ってくれる人たくさんいて、はい、すごい嬉しいです。はい。野口記念館の隣にありますよくく。 あいつに直接国道ずああそのお持ち屋さんですねあ今度行ってみますありがとうございますあそのビビクよありがとうございますああまた飛んでしまったコメントが飛んでしまった <laughs> えーっとね長野県にも来てあありがとうございます去年ね去年のあの二月かなあの長野行ってすごい楽しかったんであのまた行こうかなって思ってますはい。 スゼロの季節限定、青りんご、うまかったで。ああ、これね、あのー、ぜひぜひゲットしようと思ってます。あっ、風吹さん、いつもコメントありがとうございます。こんばんは。えー、神奈川、こなには、あ、小南か、湘南かいや来ないのですか。あのー、神奈川もね、行きたいですね。はい。大丈夫、ありがとうございます。栃木回りのど、あーあ、あい。 わかり、了解しました。了解しました。あ、茨城でした。すいません。栃 <laughs> 木から息子と一緒に見ています。ありがとうございます。こんばんは。いつも楽しく動画を見ています。ありがとうございます。九州、ぜひ行ってみたいと思うんで、よろしくお願いします。倉敷にはもうこの行ってみたいですね。もう、また行くところ、ね、前に行ったところ、まだ行ってないところ、いろいろあるんですけど、もうあ、まあ、あの、ま、あの、死ぬまでには日本全国、あの、回ってみたいです。はい。 コメしてもスルーなんでもうすいませんね。あの、悪意はないんで、あの、こう、流れちゃったりするんですよね。ごめんなさい。はい。こう、ちょっと、だんだんライブ配信重ねてって、あの、上手になっていくんですいません。はい。いつも投稿楽しみにしてます。奥さんいただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> あれもね、あの、元ネタがあるんですけど、まあ、それ、あの、サードチャンネルの方で、こう、喋ってるんで、ぜひぜひ見てください。埼玉も来てください。あ、ぜひね、行ってみたいと思います。あの、前結構、あの、 お宮行って飲んでたんで、はい、また行ってお宮で飲みたいと思います。はい。低速設定する、何だろうね。ライブ配信とか面白い。ああ、旅配信。ああ、そうですね。うーん。アルチューカラカラは個人的にドハマりでした。毎日また。ああ,れあの、私もね、あの、アルチューカラカラさんにこう、触発されて、あの、こう、ガラガラーっていうのをやってるます。はい。 いつも家族で楽しく拝見しています。ご自宅持ちだったんですね。ミカティチャンネルもよろしくお願いします。はい、そうですね。あの、ここは、まあ、自宅です。はい。<laughs> 広島は来ましたか広島ね、まだ行ってないんですよ。あの、一番西まで行ったのが今のところ、チャンネルの方では、あの、去年動画で出した岡山なんですけど、岡山の方で、あの、案件のお仕事がありまして、あの、軽キャンピングカーの こうお仕事させてもらった時に岡山まで行きましたね。その時はね、さすがに新幹線で行って、向こうのこうキャンピングカーに乗せてもらったっていう感じです。はい。えー、っと、素ゼロ日和ですね。もう本当、素ゼロ日和だと思います。あ、また、また飛んじゃった、すいません。<laughs> こんな感じでね、こうちょっとコメント飛んじゃうんですみませんあの、悪意はないんで。 もうすぐ800人超えますね。あそうなんですかあ本当だ。あそうすそんなに見てもらえないんですね。あの、前にね、あのー、アプリで、某アプリでやってた配信の時はね、あのー、マックスで20人とかでしたね。はい。あのー、プロレス漫談みたいなの、あのー、マシーンの覆面かぶってやってたんですけど、はい。あの、地獄のような配信でしたね。<laughs> 子供があなたの話、あ、ありがとうございます。マジで、セニュ会社の人気いやいや、そんなことないです。同じ福島からです。こんばんは。あ、どうもこんばんは。鹿児島、鹿児島にもね、ぜひ行ってみたいんですよ。はい。大宮、大宮大好きなんです。あの、大宮のね、駅前のあの、ちょっと迷路っぽいような感じの、あの、飲み屋街がこう大好きでね、あの、今年まだ行ってみたいな、なんて思ってます。コロスケコロコロコロ。レモンサワー飲んでみました。美味しいですね。 欲しいですよねレモンサワーあの。ストゼロもね、あの限定とか必ずチェックするんですけど、結局あの、こっちの,あのダブルレモンの方にこう戻ってしまうんですよね。はい2週間かけて、買いかけて四国へ来てください。あ、了解です。あの大阪行った時はね、あの休憩も挟みながら、大体18時間くらいで行けましたね。はい 楽しかったです。あの、大阪、まあまだちょっと詳しくは言えないんですけど、またちょっとあるとこからお仕事のオファー来てまして、で、まぁ、あ、秋口くらいに行けたらいいかななんては、はい、思っております。はい。よくマ丸の豚足もっあっ、あれね、よくマ丸じゃなくてね、あのリヨンドールなんですよ。はい。リヨンドール猪苗代店の豚足なんです。はい。えっ、ー、と、弟が米沢で写真撮らたあっ そうですか、多分、あのー、リーナンナ社長とこう一緒に出たあの販売会だと思いますね。ありがとうございます。岩手は来たことありますかありますあります。あの、動画でもね、おととしの夏にね、あのーげ、原備系でしたっけに行った動画出しましたね。静岡、そう、静岡もね、行きたいんですよ。あのー、結構、あの、インスタで交流ある、あのー、 牛を飼ってる方がいるんですけど、あのー、そこの,、ね、あの牛舎の方に行って、あのー、ちょっと牛の世話をお手伝いさせてもらいながら車中泊したいななんてずっと去年から思ってるんですけど、まあ、なかなかちょっと実現しなくて来年こそはねこうちょっと行ってみたいなって思ってます。アル中から,からの設置ですとあっまたまたコメントが飛んでしまったすいません。<laughs> 池坊でだって、いやあ,ありがとうございます。すばらしありがとうございます。こちらこそありがとうございます。すいません。ああ、すいませんね。またこうあのコメントがねこう、一気に飛んでしまっちゃうんですけど、すいません。あのコメントと場所は悪意はないんで。動画でマリンモンローのりたんを歌ってるのを初めて見たから毎日聞き、毎月にありがとうございます。結構ね。 結構、あのー、あの歌知らない人多くてねあのちょっとびっくりしましたのわ私の中ではこう結構メジャーな音だったんですけどはい修学旅行で北海道行ったあ北海道いいですよねあのー、去年ね、あのー、北海道の動画6つくらい出したんですけどもうやっぱりね全国旅したい っていう中でもやっぱ一番こう憧れが強かったのが北海道だったんであの動画未だに自分で見てあの自分で泣いたりとかしてますね。は <laughs> じめまして大阪からです。あ、はじめましてあの大阪ね、また今年もあの行けたらぜひ行ってみたいなと思ってるんであの去年行った時はね日程の関係上1日しかいれなくてであのトークライブやらせてもらったあの梅田の方ですかにしか。 あの行けなかったんで、あの是非今度あの南っていうんですかね。あのそっちの方の繁華街の方も行ってみたいなって思ってます。はい、ブルー四国やね。ブルー四国うん今、今日の地震は大丈夫でした。あのー、ちょっと傷正直言うと気づかなかったくらいで、あのー、たまたまね。その時、あのジムの方であのルームランナーっていうんですか？そう,うで走ってたんですけど、あのそれでも全然気づかなかったですね。 北海道ジンギスカンオフ会して、ああ、いいですね。あのー、私、あの、お肉の中でもね、あの、羊のお肉が一番好きでして、はい、ジンギスカン大好きなんで、あの、ぜひぜひ、あの、オフ会、北海道でやるときはあの、ジンギスカンオフ会したいと思います。はい。奈良にお越しのときは、会いに行きたいです。あ、ありがとうございます。奈良もね、あのー、本当は京都行って、 で神奈行ってその次奈良行く予定だったんですけど、こうちょっと日程の関係であの去年の関西旅の時行けなかったんであの奈良ぜひぜひあのまたいつか行ってみたいと思います。東京神奈川は来てください。はいあのー、東京神奈川ねあの結構メインチャンネルの方では出してないんですけどあのー。 サブチャンネルの方でこうあの、東京旅みたいなのでこう出していて、今年もねあの、何個か出す予定なんであの、ぜひぜひよろしくお願いします。千葉から行ってきました。ああ、いいですね。最近ね、私、千葉から行きたいんですけど、あのなかなか行けてなくて、あの来週あたりねあのこう、行ってみたいななんて思ってます。はい、ポテチさんとコラボ。あポテチさん、あの今ね、 それこそポテチさん九州旅してますよねあの。北海道、北海道のね、の BA 行った時すごいお世話してもらってあの、すごい楽しかったですね。であの、BA っていう街が個人的にすごく気に入ってまして、まあ、もし一遊するんだったらあの、北海道の BA がいいかななんてあの妄想しております。はい 淡路島行ってみてください。淡路島も行ってみたいですね。大宮東口の南銀座は飲み屋街です。ぜひ行ってみてください。あの、大宮のね、さっきも言ったんですが、ちょっと迷路っぽいようなね、飲み屋街がすごい好きででしてね。あの、ぜひぜひまた行ってみたいななんて思ってます。いつも見てます。ありがとうございます。いつも見てます。体の中にも来てください。あ、ぜひ行ってみたいと思います。この間、この前、稲わしろスキー場来ました。稲わしろスキー場にね、RV パークあって、 そこにあの去年止まった動画あるんで、あのぜひぜひ見てください。ミスター IWGP といえば誰ですかや,やっぱね、私の世代だとね、やっぱ橋本信也選手ですかね。はいまあ、体系的にもあの私の憧れです。バイバイ楽しみです。ありがとうございます。ワンバンコ、ワンバンコ。戦略外、おじさん、こんばんは。あ、こんばんは。あ、すみません。また、ちゃん、またコメント飛んでしまった。<laughs> 仙台で飲み会しましょう。あ、ぜひぜひ、あのー、仙台でね、あのー、米沢でね、あの、販売会やった時に、仙台から来てくれた人、すごい多かったんで、あのー、東北でオフ会やるんだったら仙台がいいかな、なんて思ってます。はい。YouTube、嫌なコメントもありますが、ここの人たち、あ、ありがとうございます。あのー、嫌なコメントも、まあ、ネガティブなね、コメントも、その、結構自分へのアドバイスだと思って、 あのこう前向きに受け止めてますしあのあまりにもね理不尽なコメントはねあのポチポチッとこう消してるんで <laughs> 大丈夫ですはい <laughs> いつか見えに来てくださいああもう見えもね行きたかったんですよねあのお伊勢参りはいあのいつか行こうと思ってますはい仙台でイベントあれば絶対行きますあ,ありがとうございます癒されるわありがとうございます一緒に仕事しましょうあのぜひぜひねあの 仕事あ,のあったら紹介してください <laughs>。千葉県にも来てください。あ、もう行きますよ。来週あの、幕張メッセでイベントやるんで、ぜひぜひ来てください。クソゼロ、アオリンガジで出ましたよ。アオリンガジねあのこう、ぜひぜひ、ね、ちょっとゲットしたいと思っております。広島の福山出身です。バラの町です。来てください。あ、ぜひ、はい。あの広島絶対行くんで、その時はよろしくお願いします。楽しそう。ありがとうございます。稲わしろ、 小脇の南赤牧場は閉鎖あそ,そうなんですかえー、知らなかった。おすすめの西村先生の先ほいややっぱね、西村先生のね、あのあのメッセージ聞いちゃった。あの消えちゃったんですけど、あの私、すごいあの西村健太先生にあの影響を受けてるんですけど、西村健太先生の日記的な、まあ、コラムっていうんですかね、あの 私小説家の日曜だったっけど、あれがすごい好きですね。はい。あの、すごい不節制をしてる感じが見て取れて大好きです。はい。IZ カスタム中ですかエアコンつ、そうです。あのー、今度ね、来月、あの、クーラーつけて、あのー、 こう夏でもこう快適に車中泊できるようにする予定です、はい。うちの草野球チームに来てください。いや、私ね、あの野球見るの好きなんですけど、プレーはすごい下手くそなんですよ。はい。なので、こう、ちょっとあんまり役に立てないと思います。昨日の動画で流れた YouTube フリー BGM 大好きです。最後のあ、あのシャローさんのやつですね、寂しいお化けとーってやつだと思います。こんばんは。 これね、こうスクロールするときにね、コメント飛んじゃうんですよね。ライブ配信は大成功です。ああ、ありがとうございます。あの、ほんと、しどろもどろのね、ライブ配信で申し訳ないんですけど、あの、これからね、あの、徐々にね、月1回くらい、あの、戦力外軍軍事会議みたいな感じで、こう、ライブ飲み会をこうね、こうやっていきたいと思うんで、あの、ぜひぜひ皆さん、そのときはあの参加してください。よろしくお願いします。こっちは美味しいお酒いっぱいです。ああね、あの、本当四国ね、もう、 特にね、食べ物でご食べたいのいっぱいあるんでね、あのぜひあの行こうと思ってますんで、その時はあはよろしくお願いします。結構ねあの、北海道の時とかは告知せずに行ってたんですよね。あのこっそり行ってたんですけど、今度からね、あのこうちょっといろんな九州とか四国回るときはあの、この日に行きますって言って、まあ、もしあのお声がけしてもらえたら、あのこうステッカーの方あの、プレゼントしますんで、あの ぜひぜひあの気軽にお声がけください。はい。癒されます。ありがとうございます。いい声してるな、ライブ。あ、ありがとうございます。結構ね、でもこう、自分の声、こう、コンプレックスっていうか、ダミ声だなって思ってて、ナレーション聞くたびにね、嫌な声だなって自分では思ってるんですけど、はい。すいません。はい。いつも言ってます。ありがとうございます。毎回楽しみに行ってます。頑張あー、飛んじゃった。ごめんなさい。戦力外おじさん。 痩せましたかあのー、一時期ね、118キロまでくらいあったんですけど、今、ようやったら110キロとか109キロまで行きましたね。まあ、それでもね、あの全然、あの、こう、醜い、あの、タプタプ、ね、二重あとかなんですけど、はい。なんか、なんかないですかねあの、二重あ解消できる運動とか、そういうのちょっと今 <laughs>、検索してます。はい。えー、っと、 おじさんの動画見ながら毎日お味しく晩酌し,してます。いや、こちらこそありがとうございます。ストゼロ、いや、ますありがとうございます。ストゼロ、ほんと味しいですよね。あの、最近ではあの氷なしで飲んでます。は <laughs> い、末期というか。りな <laughs> さん社長とのコラボをもっと見たい。字幕じゃなく、差し飲みみたいな。ああ、ありがとうございます。あのー 全変わりますけどね、あそもみでりなちゃん社長来るんであの、メインチャンネルの方で今度たっぷりあのりなちゃん社長を送あの、映すんで <laughs>、よろしくお願いします。絶望ラインコンサーとのコラボを期待してゃいます。ああ、ありがとうございます。まあ、でもね、あのー、私からね、あのー、こう、したいとかそういうのは言えないですから、やっぱりちょっとね、格が違う方なんで、はい。来年はグランエスで日本一緒です。いや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 、あの、もう、しばらくね、あのー、メロンパン号でもう10年くらいは、あのー、 回らないと、ちょっと元取れないんで、はい、ずっとメロンパン号に乗っております。はい、こんばんは。金沢に来てくれてありがとうございます。地元民主化知らない店、ああ、行きたいですね。あのー、これからもね、あのー、まあ、金沢に限らず、あの、北陸の方は継続して、こう、ちょっと遊びに行って。あのー、まあ、なるべく、その、地元の方でお金使いたいって思ってるんで、あのー、自分もね、あのー。 親族の会社あの、川魚の養殖業をやった頃あの、まあ、東日本大震災があって、その時にあの北陸の方にすごい支援してもらったんで、まあまあ、あの恩返しなんてそんなあの大そういったことはできないんですけど、ちょっとだでもあのこうちょっと北陸に動画作ったりあの、飲んだ食べたりして、あのこうお金使い,なあなん使いたいなあなんて思っています。軍事会に参加した人、あ,ありがとうございます。あのこれからね あの月に1回とか季節に1回あの、あの、軍事会議と称したあのネット飲み会やろうと思うんで、その時はね、あの、こうちょっと料理作ったりあの、メロンパンゴの中でやる予定ですので、ぜひぜひよろしくお願いします。視力は視力ね、ちょっと悪いんですよ。あの、0.1とか2とかですね。こんばんは。えー、っと、あ、また飛んじゃった。えー、っとね、ベンチプレスは何キロえー、っとね、 マックスで、マックスで空手やってきた頃で、やってた頃で、90キロで125キロくらいまで行ったんですけど、今はもう全然、あの、80キロとかで、あの、10回とかを、7、8セットとかですかね、今、それもできない、うんくな、やっぱ弱くなりますね、年取ると。はい。 お部屋すっき、T シャツだけ、あっ、ありがとうございます。でもね、これ下の方映すとね、こうちょっと散らかってるんですよ、今日は。あのまさかね、あの、テスト配信というかあの、すぐ配信できると思ってなかったんで、唐突に始まったんですけど、はい。えー、っと、あれ、車じゃないじゃないか、そうなんですよ。あの次配信するときはあのメロンパンの中でやるんで、はい。ストゼロのも百110キロお兄さんがこれ、いえい、ー、え、全然です。ありがとうございます。でも、あのストゼロはすごい美味しいんで、あの皆さんあの、どんどんストゼロ飲んでくださいね。 軍事会議に10年も呼んでくださいや。ちょっといじめられるんで、あの <laughs> やめときます。り、は、な、い、ちゃん社長とライブ配信してほしい。あそれもねあの、ちょっといいなって思ってて、りなちゃん社長でも、単独でもね、ライブ配信すると、あのー、こう結構ねあの、盛り上がるんじゃないかななんて思ってます。はい、もうアルバイトは考えないで、うああ、またコメント飛んじゃった。ごめんなさい、こうな,なんでスクロールするとこうコメント飛ぶんだろうね。うん えっと、ああ、った。YouTuber で食べていきましょう。いや、あのね、まあ、正直、あのー、まあ、食べ,食べるっちゃ食べれるんですけど、でもね、ずっとそういうのが続くとは思っていないですし、それにやっぱり、こう、ちょっと、どっかでね、こう社会とつながってなければいけないなとは思ってるんで、あのー、まあ、最低でも来年中には、あのー、 どっかあの前見たくの鉄の棒を削る仕事みたいな感じに戻ると思います。<laughs> はい。<laughs> 福井周りで行ったとき、あ福井もねあの、行ってみたいと思います。はい、勘違いしてる人も、そうあの、これキャンピングカーの中です。<laughs> 嘘です <laughs> あの。自分の部屋です、はい。こんばんは、こんばんは、ライブ用意ですね。ありがとうございます。あそ日当日に会場で T シャツを売ってますかえー、っとですね、私と、 あま、これちょ,っとちょっと先走った情報解禁になっちゃうんですけど私と、あのー、バンライフ協さんの方でもうほんと枚数限定でコラボ T シャツ出す予定ですねであのー、まあこのちょっとニューロゴというか、あのー、に関係した感じの T シャツ出す予定なんで、あのぜひぜひあの遊びに来られた方で興味あったら、あの、戦力外ウェアあの、ダブルネームのウェア見ていってください。よろしくお願いします。えー、っとですね、今日も動画楽しみに YouTube、ありがとうございます。お仕事って大変だと思います。俺もそうです。つい最近生配信とっても共感しました。でも、 ハート大変かもしれませんが、お酒を飲んで、しっかり寄せて、温湯本をかけてね、俺もそうしてます。同じす書きます。あ、ありがとうございます。これ、来たことあります。あ、まだないですね。九州、あのー、一回も来たことないんで、あの、一体いあの、ぜひ来年行ってみたいと思います。金沢だと、田舎、小屋、春予定って読むんですかね、魚章。 この店は観光客が全くくなないイクマな魚を出してくれますああそうなんですか。うん。あのぜひね、あのー、金沢でねあの、私おでん好きなんですけど、あの、金沢おでん食べたんですよ。あの、アパホテルの近くのお店ですごい美味しくてね、感動してね、あまたほんとこれだけ食べに来てもいいなっていうくらい美味しかったんで、あの、金沢また行きますので、はい、その時あのー、 インスタとかね、ツイッターの方であの告知するんで、あの、見かけたらぜひぜひ、あの、お声がけください。あの、ステッカープレゼントしますんで。はい。<laughs> 奥さんいただきます。奥さんいただきます。えっと、桜咲いたのに雨ですね。そうそうなんですよ。あ、ミーナさん、ありがとうございます。<laughs> <laughs> ありがとうございます。いつも、あのー、ね、さんのリスナーさんであの、いつもコメントありがとうございます。そうなんですよ。あの、桜ね、あの月曜日、あの、ちょっと海星山の方行ってきたんですけど、やっと開花したんですけど、まだ見頃には遠くて、だん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 ちょっと見頃になってきてるんですけど、はい、あの、週末だったり、またこう、ちょっと写真撮りに行こうかなって思ってます。やば、やばいですね。ストゼロ、やばいですね。もう,こう、だんだんちょっとなくなってきちゃいましたけど。 いろいろな企画を楽しみにしていますね。早く退院したい。ああ、カピゴンさん。あいつもありがとうございます。あの、もう本当、お体大切にして、あの、療養してください。はい。埼玉の仙人さんとは中あの、今回ですね、あのバンライフ協さんを通してご紹介してもらって、あの、やり取りをしてるんですけど、あの、すごいいい、あの、紳士的な方ですごい共感を持ってます。はい。 北海道来たら会いたい。あ、もうぜひぜひあの。北海道広いですけどね。はい。会いましょう。ねあの去年行った時ねあね、全部ねあの、思い出に残ってるんですけど、あの特にあの日本海オロオロンラインと、あと、知床ですかね。知床の方をね、あのもう一回回りたいなって思ってるんで、の多分あの、多分あの 今年からね、また北海道行くと思うんで、あの、そん時あの、ぜひ、あの、コメントください。あの、そしたら、あの、ステッカーね、あの、ステッカーあげますんで。ブ <laughs> ヒー、ブヒー。あ、またコメント飛んじゃったよ。ごめんなさいね、あのー、悪意なくコメント飛んじゃうんですけど、はい。あ、あった。行きつけの銭湯とかサウナありますかえー、っとですね、お名前だ、サウナすごい好きなんですよ、私。 まあ、サウナというか水風呂、まあ、サウナも含めて水風呂好きなんですけど、あのー、よく行ってるとこはね、あのー、福島県で唯一、ロウリュやってるところに <laughs> よくいます。はい。<laughs> 結構ね、お声がけとかもいただくんですけど、はい。笑顔かわいい。ありがとうございます。あそもで限定のパーカーやシャツ買いますかえっとですね、あのー、ダブルネームのね、あのー、もう今、飛ぶ鳥を落とす勢いの。 ーさんとののダブルネームのあの、T、シャツ出すす予定でではあるんでよろししくお願いしますシャイニングウィザード、ああ武藤ですね。あのー、私、あの、格闘技やってた頃ねあの、アマチュアの試合とか出たんですけど、あのー、入場曲はね、あのー、武藤さんのあの、入場曲でやってました。なんでしたっけ、あの、ダン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 ってやつで入場してました。はい。次の配信楽しみにします。ありがとうございます。明日バイト休みです。はい。 千両陰謀の皆さん、ああ、りがとうね、本当皆さん、みんな本当優しいコメントで助かってます。あの、ディスのコメントばっかりだったらどうしようって思ってたんですけど、はい、すごい嬉しいです。はい。一番好きなお酒は何ですかあの、ストゼロのですね、あの、ダブルレモンが一番好きです。あ、こっちがカメラか。はい。ダブルレモン一番好きです。なんだかんだね、あのストゼロの限定品飲むんですけど、やっぱ結局ダブルレモンに落ち着きますね。はい。 新潟村上のパパサンキュ級という居酒屋コスターです。あ,あ覚えておきます、覚えてす。あのー、新潟もね、あのー、結構リスナーさん、居酒屋やってるリスナーさんとか来てくれたんで、あのー、そこの方と名刺交換して、今度ちょっと、あのー、行ってみたいなって思ってるんで、あのそ,そこのお店もね、こうちょっと回りたいななんて思ってます。はい。しゃりも、いやいやいや、全然全然。あのー、本当、この、 口下手がね、コンプレックスで、あのテロップであの、ゲップ出る。<laughs> ごめんなさいあの。やっております。はいグレートギターに出ますね。あーあの、何回かやれました。はい <laughs> 秋田在住ですあ。ありがとうございます。あのー、秋田ねあの、大好きな土地ですので、また行きたいと思っております。はいジュゲム君とはうまくいってますかあのまあまあうまくいっております。はい <laughs> 岩垣英語ランク村上牛、初見ですあ。ありがとうございます。110キロお兄さんに文句言うやつ許さない。<laughs> ありがとうございます。はい、日本一、ゼれの海に貢献したいの。ああ、そうですかね。なんか逆 PR になってないか、ちょっと心配なんですけど、はい、でもあの、ストゼロを、ね、心から愛しております。こんばんは、今はどちらに今はですね、あの自宅のほうにいます。第、はい、人の自宅ですね。はい えっと、姫路市、木下さん、姫路市、姫路城きれです。ああね、行ってみたい、いいですね、本当に。あのー、岡山かな、行った時に、あのー、あ途中下車したいな、なんて、あのー、思っていました。はい。長距離とは靴じゃ、あのー、運転がね、 そんな上手じゃないんですけど、運転自体はすごい大好きなんで、あのー、長距離移動全然苦じゃないですね。はい。まあ、ちょっとね、あのー、メロンパン号のシート、あのー、硬いんで、あの、お尻とか痛くなっちゃうんですけど、全然大丈夫です。りなちゃん社長の会社に就職しましょう。あのー、一応ね、アルバイトっていう形なんですけど、広報担当でやっておりますんで、はい。皆さん、あの、米によろしくお願いします。車中泊を深い。ねえ。 一回ね、あの、それこそ番境さんたちやってたんで、やってみたいな、なんては思ってるんですけど、はい。うん。まあ、近い将来やれたらいいな、なんて思ってます。はい。配信だけど会話できてちょっと感動してます。あ、私もね、あの、まさかテスト配信でね、こんなに長く喋 <laughs> るとは思ってなかったんで、あの、嬉しいです。ありがとうございます。北海道からです。こんばんは。こんばんは。 後ろに誰かいるいや、い,いないですよ。<laughs> いないです。あの、結構、みんなから、プートンがいます。はい、プートンはい。可いいですよね、これ、プートン。えー、っと、この家は、東日本大震災、えー、っとね、この家はね、あのー、ま、 新築して8年目とかなんで、あの、大震災の前なんですよね。その時はあの、実家の方にいたんですけど、私の住んでる地域、自慢強いって言われたんですけど、そこでもね、震度6弱とかあってですね、もう本当あの、自宅にあった重機、ユンボとかがひっくり返るくらい揺れましたね。はい。えっと、あ、飛んじゃった。 えーっとごめんなさい、飛んじゃったな。ストゼロがなくなっていやストゼロなくなくったらね、あの、水ですかね、水。<laughs> <あの笑>一時期、あのね、水にくら替えしたんですかってこう言われたりもしたんですけど、あの水、すごく好きなんで、はい、水になると思います。はい。沖縄に来ないの、あのぜひね、行きたいあの、来月ね、本当は行く予定だったんですけど、あの、金欠で行けなくなってしまいました。はい。 戦力外さんこんばんは。配信お疲れ様です。ありがとうございます。よいしょ。こんばんは。配信、ご苦労さもです。いつも楽しく拝見させていただいております。あまり無理せず頑張ってください。あありがとうございます。奥さんのフェーズです。ありがとうございます。奥さん、いただきます。<laughs> 戦力外さんと一緒に呼び出す。ああ、もうぜひね、あのー、オフ会ね、あのー、一回やりたいですよね。あのー、 さっきも言ったんですけど、仙台か東京でできたらなぁなんては思っております。はい。こんばんは、にんにくチューブは月に何本使ってるんですか。あのね、にんにく大好きなんですけど、あのー、チューブの方ではそんなに使わないですね。あのー、こう、まあ、お金ある時なんですけど、あの青森さんのやつ、刻んで料理に使ったりとかしております。はい。また長野のそば食べてください。あ,ありがとうございますあの,の長野のそば、すごい美味しかったです。はい。 言えるんですかい,いえありますはい戦力外軍はい。あもうあまだ飛んじゃったごめんなさいコメント飛んじゃいましたあの戦力外軍ねあのー、皆さんここにね来て一緒にお酒飲んでくれればそれで戦力外軍なんでありがとうございますはい <laughs> 斉藤選手の試合を見に行ったことはありますか Rygin とか戦力外さんのあ斉藤選手の試合はねあのー ちょっとね、行くときにね、こうちょっと、身内の子、ちょっと健康のあれとかって行けなかったんですけど、あの、試合があったらね、あの行きたいと思ってます。あの、一緒のね、斉藤選手の出身のジムが一緒のジムで、あの、セミナーきっかけにして、こう、ちょっと交流させてもらってる感じです。はい。16万人登録者で YouTube で食えないの。あのー、正直ね、あのー、収入 で、十分あの食べてはいけるんですけどあの、それがね、いつまでも続くとは思ってはいないんで、あの早いとこ就職しようって思ってる次第です。はいリアルの、あこれですか。やっぱ飲んでね、飲んで。うまい、うまい。<laughs> <laughs> ばあちゃんの家が猪苗代湖のそばなので、車中泊行って、道中の映像が懐かしい、ああ、ありがとうございます。 東京で車上暮らしはいかがですか東京はね、ちょっと難しい。あの、大阪したときも思ったんですけどね、やっぱ都会の運転は大変ですね。特にあの右折のときとか、あの、こうタイミングを見ないとね、あの、永遠に曲がれないんで、はい。こんばんは、動画楽しみにしてます。いつも寝る間に行く見ているい。あ、ありがとうございます。僕チャンネルさん、あ、スパチャありがとうございます。YouTuber オンリーで応援してます。ありがとうございます。すみません、あの、スパチャありがとうございます。<laughs> 励みになります。 はい。ナイスパ。ありがとうございます。料理が本当にお上ですよね。あのー、簡単なものしかね、あの作れないんですけどあの、料理はすごい好きです。あの特にねあの、豆系の料理があの好きです。はい、大学時代、小山に住んでまして、懐かしい風景をたまにしって、あっ、ありがとうございます。こちらこそ。グー、こんなんでよければ。はい。あスパちゃん、ありがとうございます。ライブ配信で3回目の どうも、お会いしましょう。ありがとうございます。配信されてる、こんばんは。あ、こんばんはそう。ライブですね。はい、ライブやっております。ナイスパーです。ありがとう、本当。あの、テスト配信でスパチャしてもらって、ありがとうございます。はい。こんばんは、鹿,の鹿児島に来てください。あ、行きたいんですよ。特にね、あの、豚料理、有名じゃないですか、鹿児島。はい。あの、行ってみたいですね。はい。うん、あの、こう、西郷さんの、あの、 お聖地とかにもね、あの行ってみたいと思います。あのトブぶがごとくのファンだったんで、大河ドラマの。はい、えっ、ー、と、ジュンゲム、えっと、ジュンゲムくんと仲良くなったら仲良しですよ。はい。<laughs> いじめられてます。はい。<laughs> 何の格闘技されてるんですかえっ、ー、とですね、学生の頃、柔道部で、で、そっからこう趣味で、あのー、極真空手をずっとやってまして、まあ、あのー、 ちょっとマイナー団体の,あの関東チャンピオンとか東北チャンあ福島県チャンピオンかにはあのマグネでなりました。その後に MMA を趣味でやって、あと、まあ、ブラジリアン柔術もやっていた感じですね。もう全然弱いです。はい <laughs> ライフハッシーにですねあ、ありがとうございます。お酒飲みながらライフはいあー、はいあの、ストゼロ飲みながら、あのお酒飲まないとねあの、しゃべれないんで、そんな感じでしゃべっております。はい 隣ですが、新潟にま住み着けさうはい、新潟、ぜひ行きたいと思います。いつも見てますありがとうございます。車中泊で怖かったことありますかあのー、大阪のね、トークライブでも喋ったんですけど、あのー、心霊現象は何回かありましたね。あの、あ、これお化けだなっていうやつは。でも、それはね、こう、なんか、うん、まあ、しょうがないかみたいな感じで <laughs>、あの、寝ました。はい。<laughs> こんばんは。あ、これですね。はい。 あ,あ、また飛んじゃった。ごめんなさい。ごめんなさい。えー、っとね、どこまであれしただろう。えっと、はい、また最近、福島沖での沖縄でした。あ、そうですね。ちょっと気をつけて、あの、生活したいと思います。ありがとうございます。格闘技してるときはね、あのー、一番体絞ったときで80キロくらいで、あの、普通に腹筋は、 割れてましたたねねででもあの全然モテなかったです、ね、その時あの好きな子がいて、あのー、その子をちょっと振り向かせるためにこう筋肉たくさんつけようって思ってこう結構ムキムキになったんですけどなんかその好きだった子にあの筋肉つきすぎて逆にキモいとかって <laughs> 言われましたね。はい <laughs> えっと、オフ会いいですね。そう、あのー、仙台かね、あの、東京の方で、こうやってみたいと思うんで、あの、開催したらぜひ来てください。はい。東京でやったら、やったら人そもそも、あ、あのー、なんかね、あの、東京のね、あの、一日、あのー、バーテン、店長とかあったらぜひやりたいと思ってるんで、あのー、そういうのやってる人、よろしくお願いします。はい。<laughs> あ、沖縄のオリオンビール、ぜひ飲んでください。大好きですよ。あのー、去年、北海道のね、 あのー、オロロンラインに行ったとき、行く前にね、あの道の駅で車中泊したんですけど、そこがね、あのー、沖縄と姉妹都市になってまして、あのー、北海道の道の駅であのオロロンビール買って飲んだ動画あるんで、あのぜひぜひ見てください。はいうん、戦力街さんと釣りがしてみたいです。長華の料理を走め、あのね、結構、あの斎、ー、藤さんとのあのー、 コラボ動画でも言ったんですけど、私、最初、釣り系の YouTuber だったんですよ。で、鳴かず飛ばずであの、車中泊になったんですけど、あの今年はねあの、釣り動画も復活したいと思ってますんで、ぜひぜひ見てください。はい。自信が本当に多いですね。あね気をつけたいと思います。乾杯、生奥さん、希望。ケビ奥さん。 こんなんでいいですかね <laughs> すいません。<laughs> 初コメントでいつも見てます。メガネは連続。あ、ついてます、ついてます。あの目悪いんで、ついてますね。はい。芹野川君、あつモビで会いましょう。また、ああ、いつもありがとうございます。あの、ぜひぜひ、あのー、明日もびで会えるの楽しみにしております。はい。 戦力外さんの料理、毎回楽しみです。あ、ありがとうございます。食べ歩き配信とか見てみるああ、やってみたいですね。あの、氷山でもね、あの、お友達の店とか結構あるんで、そういうとこでこう、ちょっとやってみたいな、なんて思ってます。あ、あとですね、結構。 動画で、まあ、宣伝というか言ってるんですけどあの私の元地元あの猪苗代の,、ね、あの居酒屋食堂響っていうところでご飯食べてもらえたらあのランチもやってるんでご飯食べてもらったらあのステッカーもらえるんでぜひ猪苗代行った際は響っていうあの食堂屋さんで食べてみてください。はい 720、ああ、もう本当ありがたいです。あのー、某アプリでね、配信してた時は、あの、20人くらいが、あの、最高だったんですけど、<laughs> 嬉しいです。はい。えー、っと、ストゼロダルのもン飲んでみます。美味しいですよ。はい。ガッキーさん、こんばんは。初コメです。いつも楽しく拝見してます。ストゼロ、やばくないですか、美味しあのー、簡単にね、よいてね、あの、嫌なこととか全部忘れられるんで、あの、最高のお酒だと思ってます。はい。 就職しても配信して、他のから。あ、ありがとうございます。あの、ぜひね、あのー、もうもうね、今日初めての配信でやり方を覚えたんで、あのー、ずっと配信は継続していきたいと思います。おはずです、こんばんは。社長博ライブも、もうお願いします。あの、次はね、メロンパン号でやると思うんで、あの、この部屋でやるのはね、もしかしたら最初で最後かもしれないんで、意外とレイヤーかもしれないです。はーい。YouTube、大変ですよね。動画編集にはそれ以上、 のレーーかないといとけませんもんもね続けるコツは何ですか続けるコツはね、やっぱ楽しむことだと思いますね。あのー、どうしてもね、あのー、専業になってから、やっぱりこれがね、あのー、収入のメインになってるんで、それで結構数字の上げ下げにこう結構メンタルやれてた部分もあるんで、まあ、そういうのも就職するっていうのはそういうこともありますね。なのでやっぱり コツっていうと、やっぱり一番楽しむことが一番かななんて思ってます。はい。なんかもう本当自分で喋りながらね、本当喋り下手くそだなって思って、<laughs> すいません。はい。<laughs> マジックミランゴまで、社長 <laughs> な。懐かしいですね、マジックミナゴ。よく見てました。よく見てました。はい。えっと、ハンダ・マイコって呼んでください。ファンです。ハンダ・マイコさん、こんばんは。<laughs> バンフ番さんとのコラボで好きになりました。ああ、もうね、あの、番響さん。 るい、ねまあ、ちゃんとあの小娘ちゃんとは、本当、よくしてもらって、また会えるのを、ね、楽しみにしてますし、まあ、ちょっとねあの、言えないんですけど、まだ,まだ言えないんですけど、バンキューさんのほう、ちょっとチェックしてみてください。はいうん、えっと、おはようございます。戦力会社さん、官邸団いきますか,か。あ、官邸団あるんですかね。でも、あの官邸団好きであの、よく見てます。はい あ,あ、また飛んじゃった。ごめんなさい。ごめんなさい。えー、っとですね。すみません。ちょっとだいぶ飛んじゃいました。おすすめの車中泊地あれば教えてください。そうですね。あのー、今はね、あのー、私結構 RV パークの方で車中泊してるんですけど、伊香保温泉泊まった時の,の RV パークはすごい良くて、 あのシャトルバスも 100, あの100円とかで出てるんで、その伊香保温泉の,あのこう一番あの階段のあるじゃないですか、栄えてるとこまで出てたんで、あそこのアルビアコすごいおすすめです。はい。<music> えっと、響きはい居酒屋た、あぜひぜひ寄ってみてください。今、私もストゼロ開けました。乾杯。ケピー。 こんにちは。仕事ばれからの翔です。ありがとうございます。響き行ってみますね。あ、ぜひぜひ行ってみてください。あの、ソースカツ丼がね、それおすすめなんで、あの、会津のソウルフードなんですよ。ソースカツ丼というのが。はい。ぜひ食べてみてください。あの、私は世界一大好きなソースカツ丼なんで、はい。私も嫌なことだったらね、嫌なことだったら、そゼロ飲みましょう。はい。初コメです。いつもずつちっと見てみます。あ、ありがとうございます。なんかお父さんとね、見てくれてるっていう人多くて、あの、すごい嬉しいです。はい。 やった、阪神であれ。あっ、もう、あの、定期的にね、皆さん、の配信やろうと思ってるんで <laughs>、よろしくお願いします。はい。こんばんは、こんばんは。紹介です。ありがとうございます。私も、帯広の酪農家に、ああ、あのね、唯一ね、北海道で、あの、帯広方面行けてなかったんで、あの、次行くときはね、帯広の方行って、あのー、豚丼をね、こう食べようと思っております。はい。僕も1 1 1キロおちさんです。ありがとうございます。仲間ですね。はい。 格闘にしたのは僕、も元プロボクサーなんで、リングで、僕、ああ、もうボコボコにされちゃいますね。よろしくお願いします。はい、毎度、毎度です。私も嫌なことあったら、スズ鈴を飲んでます。<laughs> あの、水をね、そうって言ったの、そう、なんかね、な、とか、そうって、こうなっちゃったんですよね。はい。アイクス仙台来て飲みましあ、いいです。あの、ちょっとね、あの、牛タンを。分厚い牛タンを食べれる、あの、焼肉屋さんでオフ会とか、いいですね。なんかおすすめあったら教えてください。 ああ、また飛んじゃった。ごめんなさい。すいませんなのでょ、ちょいちょいコメント飛んじゃいですけど、いつも楽しく見てます。サラダにドレッシング、マヨネーズ、いつもね、かけすぎだって言われるんですよ。あと、醤油、醤油ね、あのー、やっぱ東北の人ってね、しょっぱいの好きなんで、あの、お刺身食べるとき、みんなあのね、 すごい上品にちょいちょいってつけて食べるじゃないですか。あの、私の周りはね、あの刺身にべタたべたつけて食べるんですよ。<laughs> はい。あれがやっぱ好きですね。はい。飛ばすやせん、ね、そうなんですよあの。コメント飛ばすんですよ。すみません。申し訳ないです。ほんま今年3度目のインフル、あー、あの、大変です。あの、私もね、年末、あの、インフルエンザになってね、あのとんだ目に遭いました。ここは自宅ですかそうですね。あの、養子の部仮の自宅です。はい。また薄いで、ああっ あれかなひょっとしたら、あのー、お家畜の、ケイさんですかねあ、いつも世話になっております。あの、お家畜スパイス昨日届きました。あの、あそもびでね、お家畜スパイスも売るんで、あの、ぜひぜひ興味ある方、よろしくお願いします。あれ最新動画かと思ったら、今夜はれでしょういいんですかあのラ、テスト配信です。テスト配信がね、もう1時間以上やってるっていう、すいません、ありがとうございます。メロンパン号で、 つばさとのくわにとつをあすす、すみません、読めないです。ごめんなさい。こんばんは、初コメですが、車中泊動画から見させていただいております。動画は夫婦で楽しく発見しております。私も福島大さんとあ、ありがとうございます。次こそは千葉から行きましょう。ああ、やっぱ川ちゃん、やっぱそうだ。あの一緒にねあの、いつでも送迎するんであの、千葉から行きましょう。あ、大岩さん、スパちゃんありがとうございます。励みになります。 初つこです。いつも夫婦で見てます。セネコ会社の営業で、これでを受けに社長泊に初チャレンジします。ストローガンにしてくあ大変ありがとうございます。<laughs> すみません、本当にありがとうございます。励みになります。福島でソースカツ丼食べました。美味しいですよね、ソースカツ丼。あの、福井もね、あのソースカツ丼有名で、実はね、 あのー、私の生息エリアの近くに福井を系統とするソースカツ丼の有名なお店があるんですけどあの福井のソースカツ丼もねすごい大好きですでもやっぱりねあのやっぱ私会津で育ったんで会津の,の甘いソースカツ丼も好きですねはいお疲れです。こんばんは岩手から皆さんありがとうございますあの昨日カレーライス食べましたナイスパーナイスパーありがとうございます ソ馬マのホッキ、あ、そう、ホッキ貝ね。私、ホッキ貝大好きです。あの、ホッキ飯でしたっけソンマの。あれももちろん好きですし、あの、北海道行った時、苫小牧で食べたホッキカレーがね、ホッキカレーがすーっごい美味しかったです。また行って、こう、ちょっと食べたいですね。初コメ、ありがとうございます。はじめまして、こんばんは。長野におきました。あの、去年ね、あの、動画に4つくらいしたんですけど、あのー、最終日にね、あの、戸隠神社行って、戸隠そば食べました。また行きたいと思います。 えーっと、西洋会社さん、ぜひ教えてほしいご質問、ポタデンはいくらの使ってますか電子レンジ使ってあ、えー、っとですね、あの、エコフローさんの、あの、デルタマックスの2000だったっけな1800だったっけど、忘れちゃったんですけど、あの、使ってるんですけど、結構、あの、お値段はしますけど、あの、お値段に本当見合った性能だと思います。あの、やっぱり、電子レンジ動かせるくらいの性能がないと、こう、 いろんな家電をカバーできないので、あの買ってあの損はないと思います。はい。ナイスパン、ナイスパン、本当ありがとうございます。どうやったらダイエット成功してしますかあの、本当、私が教えてもらいたいですね。<笑><笑>ああ、またコメント飛んじゃった。ごめんなさい。えー、っと、えっとね、ちょっと今探してます。どうやったらダイエット成功しますか本当、私渡子どもたちがファンです。 えっとその子供たちが初の極真昇級先生動かして、今日お病院、ああ、おめでとうございます。あの、私もね、あのー、結局ねあの、肩が嫌いで <laughs>、き嫌いというか、嫌いになってたら怒られるんですけど、肩ができなくて、黒帯取れなかったんですけど、あの青帯に昇級したときが一番嬉しかったですね。はい 清曜日のまま、あの、上級者の大会とかに行って、あの、マグネで優勝したんですけど、その時に、あの、木曜日が優勝なんて、あの、前代未聞だから、あの、早く黒帯取りなさいなんて言われたんですけど、結局そのまま肩ができなくて、あの、木曜日のまま、あの、引退してしまったという形です。はい。また千葉に来てください。千葉の良かったところありますかああの、来週、明日も見ていきますんで。千葉ね、あのー、やっぱりね、たくさんあるんですけど、あのー、 ジャパンキャンピングカーショーの動画作った時も言ったんですけど、やっぱりあの、鴨川シーワールドのシャチのショーがやっぱ感動しましたね。はい。また、あれはもう何回でも見に行っていきたいです。はい。お酒飲めないのですが、どうしたら嫌なこと忘れれますかね。あの食べましょうあの。ご飯をいっぱい食べて寝ると忘れられると思います。はい。えー、っと、戦力会社さん、えー、っと、糖尿は大丈中、あのですね、私、 二十歳の頃からのベテランの痛風持ちなんですけどあの、糖尿の方はね、なんか不思議と大丈夫、数値も大丈夫なんですよね。はい。あスパチャありがとうございます。メロンパン語にクーラーつける予定ですが、手術の方は大丈夫ですかいつまでも元気に入って続けて、私も放送社長ます。東北の地でお会いできて、あありがとうございます。あのー、クーラーね、来月つけて、で、実は、あのー、夏にね、あのできたら膝の手術、 しようかなと思ってます、まあ、そうなるとちょっと配信の方はお休みの方になってしまうんですけど、まあ、できるんだったら就職前にちょっと膝の手術したいなと思ってるんで、今年夏にできたらひ膝の手術する予定です。はい。セルノ国会社のライブして、あライブしてますあの。テスト配信だったんですかね。もう1時間以上ライブしてるっていう。はい。<laughs> 本当に社長生活じゃなくて、私、まあ、 まあ言うなれば、週に2、3回、車上生活してるっていう感じですかね。はい。懸垂ライブ中ですが、まだまだ、あ、キスシーがも,もうね、いつ何時ねあの、キスシーンあるかもしれないかわからないあの、ブレスケアの方は、こう、ちゃんとしてます。はい。ワ、ま、ンちゃん元気ですかあ、くるみさん元気ですね。あの、今年で17歳になるんですけど、もうすこぶる、こう、食欲も旺盛で、あの、今、ブヒブヒ寝てます。はい。 車中破壊、オフ会があれば楽しそうね。やってみたいですね。ナイスパー、ありがとうございます。ワンちゃん元気ですか元気ですよ。飲むと嫌なことを忘れちゃいますよね。神酒そゼロ。いや、もう本当ね、そゼろには助けられています。愛知県にも来てください。えっ、ー、と、メロン狩りできます。あ、メロン狩り。あメロンも大好きなんでねあの。ぜひぜひ、あの行ったらあのお声がけくださいあの。ステッカープレゼントします。ナイスパー。ナイスパーです。全力お母さん、こんばんは。初見です。ありがとうございます。3歳の娘が大ファンです。 ひまりちゃんこんばんはって言ってます。ひまりちゃんこんばんは。あ、あのね、私のね、あの、友人というか、あの、兄弟みたいな、あの、人がいるんですけど、姿形もそっくりで、同じ7月21日生まれた男なんですけど、彼のね、長女もひまりちゃんと言います。ひまりちゃんこんばんは。社長役には困っています。あ、社長役すごい楽しいですよ。栃木来てね、あ、行きます行きます。あの、この間もね、あの動画で行きました。はい。 横浜駅で、あスパちゃんありがとうございます。あの、横浜大好きなんでね、あの、また行きたいと思います。あの、中華街、あの、ちょいちょい行ってます。あの、鑑定病って言って、あの、三国志の神様を神様として祀ってる、あの、ところあるんですけど、あの、横浜行ったら必ずそこに行くようにしております。ナイススパ、ありがとうございます。テストでこれだけできれば、 社長泊配信できそうですね。もう本当、そう思います。はい。あの、来週ね、あの、メロンパン号で、あの、テスト配信する、テスト配信とか、あの、配信するんで、あの、軍事会に、1回の軍事会にするんで、よろしくお願いします。すみまさん、大満です。ありがとうございます。群馬県来て、あの、行きますよ。あの、あも日終わったら、あの、群馬県でね、あの、メロンパン号のカスタムするんで、あの、群馬県の動画出します。よろしくお願いします。テスト大成功いいですね。ありがとうございます。 大盛況で何より…いや本当何よりですありがとうございますこんばんは去年の車中泊でダムみたいなところで車中泊…あーあれねあのー…ま阿武隈川沿いの某所とだけ言っておきますはい生配信ですよろしくお願いします次回のライブ配信いつですかえーとですね来週のね火曜日か水曜日にまたやってみたいと思います千葉県から来ますあありがとうございますあの遊びもねぜひぜひ来てもらえたら嬉しいです 千葉から最高でした、ステッカー。ああひょっとして、あのー、インスタもフォローしてもらってる、あのー、素敵なレディーさんですかね。あの、いつもね、あのー、あなたの、あの、こう、ポスト楽しみに見てるんで、はい <laughs> あの。ぜひぜひまた千葉から来てください。はい。えー、っとですね、あまたコメント飛んでしまった。あ、あとですね、あのー、答えられない。 あの質問もあるんで、それはちょっと勘弁してください。あ、飛んじゃったな。えっと、膝は大丈夫ですかあの大丈夫です。あのー、でも、今年夏、手術できたらなって思っております。ソース活動は長野県あそうそうそう、長野県のね、あのソース活動も行ってみたかったんですけど、あの去年長野行った時はあのは、そば中心に回りました。はい 新潟県のマスチャのタレカツも美味しいですよ。あーチェックしてみます。ありがとうございます。来月から北海道の例文で、今月放送ホタテるよ。おー、いいですね。あの、私もあの、元漁業関係者だったんで、羨ましいです。はい。私は中泊の大森り企画でやってくださいね。あ、ありがとうございます。あのー、ペヤングでね、またペタマックス出たらやろうかなーなんて思ってます。はい。<laughs> ステッカー欲しいんですが、どうすればいいですかあのー、 ネットショップで購入していただくか、街中で私見つけたら、あのその時ね、ステッカー持ってたら、あ,のあげるんであの、気軽にお声がけください。はい。次の車中泊動が期待されますあ。ありがとうございます。あの、餃子食べようと思ってます。あの、宇都宮のね、あの、彩花だっけかな、最下ってとこの金の餃子っていうのがすごい大好きで、あの、またちょっと近日中に食べに行こうって思っております。皆さん、えー、っと、 誕生日おめでとうございます。あ、誕生日おめでとうございます。従業によろしく。あ <laughs>、よろしくお願いします。久しぶりに見たら大いぶ今ね、それでまだ110キロあるんですけど、もうちょい癒せようと思ってます。はじめまして。ライブ配信、はい。あちょっと今日テスト走ったんですけどね、何気にもう1時間以上やってるっていう。俺はちゃおすごいですね。チャオビすごいですね。空手の方ですかね、柔術の方ですかね。まあどっちでもすごいですね。はい。 えっと、妻が戦力がおじさんの大ファンです。お人柄が素敵です。そうです。どうせです。あ、ありがとうございます。あの奥さんによろしくお願いします。はい。樹木屋によろしくお願いします。あ、ありがとうございます。あの、樹木の真君とね、あと樹木く君もいますんで、はい。えっと、あ、皆さんのお友達さんですね。おめでとうございます。いるなんて関係ないよ。柔道は自続だよ。あのー、そう思います。あのー、なんせね、あのー、 私とこう、やり取りしてもらってる方は、あの、柔道のね、あの、オリンピック金メダルの,あの石井聡選手なんで、本当、実力だと思います。はい。埼玉に来てください。おいしい焼き鳥屋さんあります。ああ、いいですね、いいですね。あの大宮行こうと思います。え、おかりですかいや、これはね、あの、洋子丈夫仮の自宅です。はい。えー、っと、そうでしたかありがとうございます。今度ぜひいただきますあ。ありがとうございます。 車中泊ミ室で、閉数とどうなりますかあの基本臭いですね。はい。私の,あのおならちょっと臭いんで、はい。あの、こもります。はい。えっと、自分も戦力がいおじさんです。ゆうきもざます。あ、ありがとうございます。あの、一緒にね、こう、ストゼロ飲んで、このせちがいるの中、乗り切りましょう。いつも見てます、コメント。また流れちゃったのですが、めげずに書くぞ。あ、すいませんね。あの、コメント流れちゃって。あの、ライブは残してほしいです。関西にも来てほしいです。あのね、 あの、去年関西行ったんですけど、全然ね、あの、お仕事の関係で、こう、ちょっと短い滞在だったんで、あの、今回はね、あの、大阪、京都をもう一回行くのは、もちろん、あの、いろんなとこちょっと回りたいと思います。神戸の方にもね、あの、来てくださいっていう方、たくさんいるんで、あの、今度はね、神戸に行くのも、ちょっと楽しみにしてます。ナイスパー、ナイスパーです。キャンパー、ナイスを作って、おー、あ、そうなんですか。あ、すごいですね。こんばんはいつもいます。ありがとうございます。いつも楽しく見します。ありがとうございます。 スパチャーしか読んでもらえない事態。そういうわけじゃないんですけどね、なんかコメントこう飛んじゃうんですよ。ごめんなさいね。なるべくあのひよって読むんで。千葉は、なんていうんだろう。南あたりの海産物が歯がしいです。あの、千葉のね、あの、鴨川シーワールドからちょっと 行ったところにあの回転寿司あるんですけど、動画にましたんですけど、そこのそこでね。食べた小肌がね。私、小肌大好きなんですけど、あの人生の中で食べた小肌の中で一番美味しかったです。俺は114キロああいいですね。いいですね。だいたい近い体重です。はい。千力ヶ谷もしかしたら同期かもしれないので、今度ぜひ飲みましょう。あのー、オフ会ね、あの企画してるんでぜひぜひあの参加お願いします。 グレードアップした、あ、皆さんありがとうございます。あのー、5月にはね、あの、魔改造したメロンパンを見せれると思うんで、よろしくお願いします。<お>こんばんは、楽しく見れます。ありがとうございます。初コメ、いつも楽しく見えます。ありがとうございます。栃木にも来てください。あの、行きます。コメント読みつつ、グビグビ飲んでください。<laughs> 戦略あります。あ、皆さんおやすみなさい。ありがとうございます。こんばんは、同じ福島あ、あ、ちょっとまた飛んじゃった。ごめんなさいね。えー、っとね。 同じ福島県です。あ、同じ福島県です。最近投資はしてますか投資、私、投資って言ってもね、あの、新人サーくらいしかしてなくてですね、あの、銘柄は、あのー、オルカンと、あの、SP500 ですね。はい。ワ <laughs> ーライブで始めました、あ、始めまして、こんばんは。台本です。ありがとうございます。神奈川行きますよ。あのー、中華街大好きなんで、また行きます。車、いえ、あのー、来週はね、車で配信します。台本です。千葉に住むものです。まあ、彼、もちろん会います。あのー、 13、14。まあ、正確には12から行って、下準備してますんで、あの13、14、あそもび2024、楽しみあの。ぜひお会いしましょう。ありがとうございます。車中泊でキャンプはいいですね。あのー、今年はね、あのキャンプとかア RV パックでの、あのー、配信増えると思います。あの外部電源からね、あのクーラー動かすんで、はい、その関係で、はい。 はじめまして、今日は飲んでないですかあの、飲んでます。あの、もうだいぶ少なくなってきたんですけど、これ、これ飲んだらね、もう配信終わろうかなって思ってますんで、はい、よろしくお願いします。えー、っと、古川市のネーブルパークでオフ会しましょう。どねだいのおじさんです。古川市、どこのあれですかね。はい、沖縄で車中泊を押す。ね、沖縄ね、さすがに沖縄にメロンパンを持っていくと <laughs>、莫大なお金がかかるんで、沖縄に行くときはねあの、飛行機であの、レンタカーで行こうと思ってます。はい。 はじめまして、いつもみたいありがとうございます。今飲んでる人ゼロなくなったので、あ、まだちょっとちょこっと残ってます。はい。これ飲んだら、あの、配信終わろうと思ってます。すみません。また、インスタに DM を送ってあ、いいですよ。ただ、あの、悪意があってね、あの、無視するわけじゃないんですけど、私、あの、DM とかもらってもね、あの気づかないときあるんで、それでね、あの、嫌な思いしてる人いたら、す,すみません、あの、悪意はないです。はい。 北海道はね、あのー、今年か来年また行く予定です。はい。ええー、じゃあ、えー、じゃあ、えー、じゃあ。えー、っと、先祖は、え、あのー、生まれはね、米沢なんで、あの、白虎隊の方ではないですね。はい。宇都宮アルプスの教室です。ああ、いいですね。あのー、この間ね、動画にしてもらったんですけど、あの、あのー、宇都宮アルプスの森さん、あの、すごいあのカフェ、 あと、キャンプ場いいとこなんであの、ぜひ行ってみてください。おすすめです。バイクツーリングやらないのあのね、バイクツーリング、バイクの免許持ってないんですよ。ただ、あの、周りのね、お友達とか、あのご近所さんがみんなバイクの免許持ってて、戦力外君も、あの勉強、バイクの免許取らないとダメだよっていう話になってましたね。で、あの、戦力外バイカーズを、あの私が免許取ったら結成する予定なので、<laughs> あの、き 近日中にちょっとバイクの免許を取りに行こうと思っています。はい。それぞれ11本目、ちょっと飲みすぎですね。はい。<laughs> えっと、幕張はふ、あ、2日ともいます。はい。あの、2日ともあそも言いますので、よろしくお願いします。それぞれ飲みやすいです。ありがとうございます。おばね、宮城にお越しください。石巻にしも、あ、石巻もね、あのー、こっち行きたいところあるんで、行ってみたいと思います。小野浜とか四元浪で社長が、あ、小野浜ね、 あのー、釣りで、あのー、よく行ってたんですよ。あのー、何でしたっけあの、水族館。水族館のウッドデッキのとこで、あのー、よく穴子狙いで行ってました。今年も行く予定です。はい。一番の好物なんですかえー、っとね、たくさんあるんですけどね。やっぱ、うなぎですかね。はい。う,んうなぎのかぼやきが大好きです。はい。自分もメナンパンを見てハイゼット買いましたよ。ああ、ありがとうございます。ハイゼット買うことないし、ナンパ <laughs> ありがとうございます。 千葉県から応援してます若、若松出身ですか、ありがとうございます。アヒルが4匹、戦力外産も、ミルクボックス、ミルクボックスすみません、ちょっとわからないですね。車中泊、夏と冬、あの圧倒的に冬ですね。冬、あったかくしてあの、寒い中寝るのが好きです。はい、怖かった経験あの、結構あります。あのお化けとかで。はい あすいません。あの、ちょっとコメントとか、ちょっと飛ばし飛ばし <laughs> なっちゃうんですけど。3匹の猫と一緒にライブ配信見てます。あ、ニアちゃん可愛いですね。ありがとうございます。宇都宮、あ、こないだ行きました。いつもお世話になってます。えっと、袖のトマトジュース割り、研究用品、あ、トマトジュース割りなんてあるんですね。このやってみたいと思います。一人ディズニー行ってほしいです。お願いします。<laughs> あのー、ディズニーはね、あのー、まあ、行ってみたいですね。はい。家あります。はい。 えっと、無縁でどうぞ。料理はどこで覚えたんですか料理本出せますよ。えー、っとですね、鳥専門学校行ってました。長野県でも山梨県とかよかったら夏場涼しいとか、あ、ありがとうございます。いつも楽しく見てます。四国にぜひ聞いてください。行ってみます。関西、あの、去年も行ったんですけど、また行こうと思ってます。千葉から応援してます。ああ,ありがとうございます。あの、牛肉0ゃないや、じゃあもう1キロでいいです。ありがとうございます。あの、犬、あのくるみさん元気です。はい。 栃木切の時はぜひバンラク協さんとか、もうあのバンラク協さんとね、あのー、たっぷり来週コラボするんでよろしくお願いします。戦力外さんは野球応援は好きかなプロ野球は、えっ、ー、と、阪神ファンです。はい。毎日 YouTube 見やすありがとうございます。とにかく百十110キロやってくれませんかはい。まあ、そ私、ネックラなんですけどね。あ、クリームボックス。あの、クリームボックスはね、おすすめはね、あの、泉が森っていうあの、パン屋さん。 ア山に2軒あるんですけど、そこのクリームボックスがすごいおすすめです。はい。えー、っとですね、茨城も美味しいものたくさんあるから来てください。あ、あのー、何ですっけ生姜焼きの,あのお弁当の自販機のとこあの、今度行く予定です。はい。よくクりリすンかいかなんですかえー、っとね、リヨンドールとあと、清水ストアが好きです。あの、セルバカさんもパチンパチやりたいんですけどね。<laughs> あのは割りかし、あの、昔好きだったんで、あの、こうちょっと、 いつかやってみたいなと思います。くるみさんにお願いします。ありがとうございます。いいやりますよ。はい。最ださい。あ、私のサインでよかったら。はい。いや、もう、あ、コメント下まで来ましたね。はい。あの、そういうわけで、あの、こう、長々と、あの、<laughs> 私のつたない配信、すいませんでした。あの、すごい楽しかったです。あの、ま、今日テスト配信なんですけど、来週、あの、メロンパン号の方でやるんで、あの、よろしくお願いします。あの、 また、あの、やりますんで、<laughs> こんなグダグダです,すいません。お疲れ様です。はい。あの、皆さん本当、ありがとうございました。また、あの、配信やろうと思ってますので、よろしくお願いします。<laughs> おやすみなさい。おやすみなさい。またね、ありがとうございます。以上。ありがとうございました。